お兄ちゃんはあんまり手がかからない。弟は見たらわかるでしょ、お話よく聞いてくれる、お話よく聞いてくれない、それもまた可愛いな。でも両方違う可愛さがあるからすっごい面白い。たまにビーチ、海に泳いだり、砂を風呂したり。楽しい、楽しい。お父さんと遊んだら、うん、自転車、自転車乗れるようになるまで時間かかったけど頑張ったもんね。そうですね、はい、自転車乗りたいって言った時はその都度その都度行ってましたよ。そうですね、僕はここでそういうふうに育ったんで、子供を授かったら神戸に帰ってきて、神戸で妻で育てたいなっていうことで妻に住んでますから。まあ、大きくなっていくからどんどん親離れしていくでしょ。自分でね、いろんなことができていくから、次小学校になったら学校がメインになってきて、そっちのお友達と遊ぶことが楽しくなっていってね、僕たちとあんまり遊ぶ時間が短くなると思うんですけど、でもまあ、時間が合う限りはこの3人で遊ぶ時間をいっぱい作っていきたいなって思いますけど、はい。これから親の目から離れて友達と遊びに行った時に絶対に池とか川とか海で遊ぶと思うんですよ。だから泳ぐ訓練だけはね、しとかないといけないと思って。キャンプ行かなかな、なあ、キャンプ行ったり魚釣りやな、魚釣りも行かなかな。魚釣りも行きたい人いるし、痛い。ごめんなさい、ちゃんぽは初めて、悪いと思ってんの、ね、ちっちゃう思ってんの、ね、かしこいかしこい。そしたらセブンイレブン行けない。セブンイレブン、あ、セブンイレブン行きたいからお父さんに謝ったんだ。大丈夫やで。じゃあ船に乗ってさ、船乗ってみたい。お風に行ってさ、タイ釣ろう。タイ釣りたい、タイ釣りに行こうか。いいよ、タイ釣りに行こう。2回だけですね、2回だけ。そう、でもまだちょっとね、時期が早かったから、まあ、簡単なサビキ、アジもイワシも回ってなかったんで、釣れなかったんだけどな。マックさん結構得意ですか？目の前海やから。そうそうそう。じゃあ、YouTube でも釣りとかキャンプとか行けるとか。全然。アジの自転車もよ。アジは自転車やってないから、まあ、そろそろ自転車練習。ちょっと早い？もうすぐ4歳、11月4歳やで。4歳だったでしょうか。4歳からしてあんまりスパルタにしたら自転車嫌っていうかもしれない。こっちは頑張り屋さんやけど、だからすぐ乗れるようになったけどね。最初は山登り、山登りが好きっていうか、山と海があるとこで育ってるんで、遊びに行くって言ったら山か海かっていう話ですよ。そうそう、程よく田舎なんで。誰がどう選んだか分かんないですけども、いっぱい手伝ってないですよ、はい、子供と楽しくて遊んでるだけで、ただその遊ばしてくれる環境をうちの奥さんが作ってくれてるだけですから、今回いい判断になるんじゃないですか。見ていただいて、なんやイクメンって言うけどそんな頑張ってないじゃないかっていうふうに思う人もいれば、ちゃんと育児も手伝ってますねって思ってくれる人もおれば、はい、それは見てる方が判断してくれればいいと思いますので、僕はどっちかいと育ててもらってる方なんで。奥さんに、はい、そうですね。顔がパン粉の親子がしっかりやっていきますので、マックチャンネル皆さん見てください。見てねーってやるやん、いつも姫ちゃんと見てねーって、はい、やって見てね。上手、清吉くん。